稲村ダムは、高知県土佐郡土佐町、一級河川、吉野川、水系瀬戸川に建設されたダム、高さ88メートルのロックフィルダムで、四国電力の発電用ダムである、同社の揚水式水力発電所、本川発電所の上池を形成、主体池、大橋ダムとの間で水を往来させ、最大615,000kWの電力を発生する。河川流量が豊富な吉野川水系では、急流な上流部において、古くから多くの水力発電所が建設されてきた。戦後、これら水力発電設備を含め四国の電気事業を継承した四国電力は、吉野川水系に大森川発電所、穴内川発電所、中川水系に影平発電所と次々に揚水発電所を完成させた。その後の四国地方における経済発展は電力需要の増加をもたらし、四国電力は火力発電所や原子力発電所と連携できる揚水発電所の建設を吉野川水系に計画した。揚水発電を行うためには上池と下池という標高差のある貯水池が2カ所必要となる。四国電力は下池として1939年に完成した大橋ダムを流用することとし、この大橋ダムから山間部を東側に越えたところの瀬戸川上流部に新しく稲村ダムを築き、これによって形成される貯水容量およそ5,000,000立方メートルの稲村調整池を上池として利用することにした。建設工事は1978年より着手。高落差対応ポンプ水車や入出力30万kW級の大容量発電電動機、加えて再リスタ始動装置など最新技術を導入し、認可出力を615,000kWに設定。これは四国に3カ所あった季節揚水発電所総合出力の10倍にも及ぶ。1982年にまず1号機が、1984年には残る2号機が運転を開始、四国最大の水力発電所が完成した。稲村ダムは四国山地に属する。稲村山の南側のふもとに建設された。古くは稲村山と表記し、稲に似た草が茂っていることから、稲村山と表記されるようになったのだという。稲村山を水源とする瀬戸川は、稲村ダム下流で、瀬戸川渓谷を形成し、早明浦湖にて吉野川へと合流している。稲村ダムの湖面標高は、大橋ダムのそれより500メートルも高い1123メートルということもあって、春の訪れも遅く、周辺に植えられた桜は、毎年4月中旬から下旬に見頃を迎える。本川発電所の建設にあたっては、周辺の豊かな自然環境に配慮し、水車発電機や変圧機など主要な電力機器は、山中の地下に設けられた。地滑りの発生しやすい、脆弱な地質条件下であったものの、緻密な解析により試行上の問題点を克服している。発電所からは、稲村ダム及び大橋ダムまで導水路トンネルが伸びており、その総延長は約 4.4km。四国電力は広報施設として、井野町脇の山にエネルギープラザ本川を設置し、本川発電所や大橋ダムの見学を受け付けている。ダム左岸より、右の一番高い峰が稲村山。ありがとうございます。